どうもー、ミーツでございまーす。今回は、あの音楽家の人生に役立つ考え方っていうことについて話していきまーす。で、僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうにね、役立つんじゃないかなっていうね、そういう言葉を紹介したりとかですね、社会のこういうところが問題で、こういうふうにね、よくしていったらいいんじゃないかとかですね、いろんなことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、なんか結構聞いて役立つなとか、なんか和むなとか、そういうふうにね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ今回はね、まあ音楽家ということでね、サムネイルの方には書いたんですけども、音楽家のね、坂本龍一さんと、あとはね、京都精華大学の学長の、薄美佐子先生。まあね、この対談っていうのを、僕がね、ちょっとオンラインで聞くことができたんで、まあこの中でですね、まあ、ちょっと難しい話の部分についてはね、やはりその、ご本人のなんていうのかな、その微妙なね、ニュアンスとか、まあ、いろんな、見方がね、できると思うんで、僕が紹介する部分っていうのはですね、まあ、誰が聞いてもそうだよな、という話なんだけども、いろいろね、考察していくと、僕らね、一般の、人間もね、役立つと、まあ、そういうようなね、話にちょっとね、つなげていきたいと思います。それでですね、まあ、これね、岡本誠一記念講座、日本と世界を考えるっていう風にね、書いてあるんですけども、これね、岡本誠一っていうね、名前がここに書いてありますけども、まあこちらの方はですね、京都精華大学の初代ね、学長をされてた方だと。で、この大学なんですけども、表現で、世界を変える人を育てる大学ですと。それでね、まあ自由を生涯探求し続けた初代学長の岡本誠一は、人間尊重、自由自治、まあ自由だけど、まあ自分で治める。まあそういうこと、まあ自分でね、ある程度律するとか、まあそういうことでしょうね。自分で作っていく。まあそういう覚え書きっていうのをね、きちっと提示したと。で、その理念っていうのは、今もね、職員とか、在学生に息づいていて、50年以上のね、歴史を重ねた今も進化していると。まあそういうようなね、大学だというね、紹介がされているんですけども。あとですね、このね、岡本誠一記念講座っていうのはですね、過去に作家クリエイターのね、伊藤聖光さんが講演されたりとか、あとはね、経済学者の井出栄作教授ですね。こちらの方も講演されていると。で、まあ、井出教授に関してはですね、僕ね、実際に講演会に行ってですね、ご本人の講演を生で聞いたことがあるんですよ。まあ、僕もね、いろいろ話聞いてるんで、まあ、いろんなところにね、出入りしてるんで、井出先生についてはね、僕はちょっと聞いたことあるんですけども。で、それでですね、じゃあね、具体的に、どういう部分がね、参考になるかって言いますと、まあ、90分のね、講演会だったので、こちらのね、佐古学長と坂本龍一さんがね、まあ、対談形式で話していくと。それでね、まあ、一般的にはね、この坂本龍一さんの方が圧倒的に知名度が高いと思うんですけども、こちらのね、佐古学長っていうのが、非常にね、坂本さんの話を理解してですね、非常にこう、うまい返しというかね、あと、もちろん意見もお話しされたんですけども、だからね、この佐古学長の方もね、これ非常にね、興味深い方だなっていうふうにね、僕は感じたんですけども、で、この講演の中でですね、最後に、質疑応答っていうのがあってね、まあ、あらかじめね、こう、準備してた質問とかね、まあ、多分リアルタイムで質問した人もいたのかもしれないですけども、まあ、おそらくね、事前の質問に答えたという感じだと思うんですけども、もう何百というね、質問が坂本龍一さんのところに行ったと。その中でですね、
このね、まあ音楽活動を長く続けるね、この秘訣みたいなのは何ですかっていう、まあそういう質問があったんですよ。で、まあその答えがですね、坂本さんは、いろんなことにね、興味を持っていると。でですね、その講演の中でも話していたんですけども、その人類のね、歴史、まあそういう部分にも非常に興味を持っていてですね、まあいろんな本もね、読んでいるようで、まあこの現代とね、その過去を比較してですね、やっぱり、まあ過去がね、参考になる部分とかですね、その過去をね、そのまま今にこう引っ張ってくるっていう、まあそれはちょっとそぐわないと思うんですけども、まあその過去の部分を活かしてね、このより進化させていくと、まあそういう考えもね、必要じゃないかとか、まああとはね、あの本が読みたいとかね、あの音楽が聴きたいとか、まああの映画が見たいとかですね、まあ非常にですね、まあ多岐にわたって興味を持っていると、まあそういうことがですね、この音楽をね、長く続けられる原動力になっているんだと、そういうふうにね、お話しされていたんですよ。まあ今もですね、いろんなね、方が言ってますけども、例えばね、まあ仕事一つ取ってもそうですけど、まあ同じ仕事ね、決められた仕事だけをやってる人とですね、まあいろんなことをね、こう知識を吸収してる人だと、自分のね、仕事の、このなんていうのかな、創造性というかね、クリエイティブな部分っていうのが、やっぱり違ってくるのでね。まあ、なかなかね、自分はそんなにね、あれもこれも興味ないよっていう方もいるとは思うんですけども、まあ今現在ね、一つのことをやっているんだったら、もう一つね、まあなんか、例えばね、まあ自分はカレーが好きだとかね、まああとは何かその美術館に行くのが好きだとかね、まああとは自分は寝るのが好きだからね、ちょっと睡眠について、ちょっと掘り下げてみようかとかね、まあそういうのでもいいと思うんですけども、まあやはりね、いろんなことにね、興味を持っているっていうことが、意欲をかき立ててね、自分がこれだと思ったことも続けられると。まあ、あとはですね、こうなかなかちょっとあと興味深い質問があってですね、このね、作品の、完成っていうのはね、その、もう作る前の段階から、まあ、これが完成だって決めているのか、またはね、作りながら、あ、これで完成だなと。思っているのかどうなんですかっていうね、質問があったんですけども、まあこれについてはですね、坂本さんは非常にね、これは大事な質問だと、非常に重要な観点だというふうに話をされていたんですけども、まあここでね、なるほどなと思ったのが、作品に完成はないと。それでね、まあ作品っていうのは生物なのでね、こう自分がね、こう、もっと良くできないかとか、こう、いろいろね、手を加えていくことによって、その生物がね、この一番いい状態で、出せなくなってしまう、場合もあると。で、まあ、有名なね、音楽家、アーティストの方だとですね、まあ、ある程度ね、もう満足したり、これで完璧だって言って、こう、作品を、発表しているのかなというふうにね、思う部分もあるんですけども、まあ、それでね、完成してしまったら、もう終わりだと。これで、自分はね、完成はしてないんだけども、期限をね、区切ると。まあ、そういう風にしてですね、作品を出していると。だから、まあ、これでね、満足だと。そういうものを出したらですね、まあ、それは、自分はね、表現者を、まあ、引退する、まあ、そういうタイミングなのかな、というようなね、話をされていたと。だからですね、まあこれは、意欲がある人の場合の話ですよね。まあ例えばね、まあ坂本さんじゃないにしても、まあ自分はね、そのいろんなことを、やりたいことがいっぱいあると。意欲がありすぎる。で、なかなかね、どこまでやっていいかわかんないっていう場合はですね、この坂本さんのようにね、まあこれだけの音楽家の方が言ってるようにね、期限を区切ると。一ヶ月後のね、この日の何時までと。まあ、そこまで一生懸命やって、100% 満足してなくてもね、もう永遠と一生それは続いちゃいますから、まあ、ここでね、いいという期限を区切って、まあ、世に出すとかね、まあ、自分として、完了とすると。まあ、そういうような、使い方ができると思うんですけども、逆にですね、
やる気がない人っていうのもいるじゃないですか。なんか何もね、手につかない、ダラダラしちゃうと。まあそういう方はですね、まあ例えばね、自分で何かこのアラームみたいなのをね、セットして、1時間とかね、まあ30分でもいいんですけども、まあそういうふうに時間をね、決めて、これをやると。まあそういうふうにね、強制的にやるようなね、そういうふうな仕組みを作るとですね、やる気がある人は、坂本さんのようにね、いい意味で、期限を区切ると。で、やる気が出ない人はね、その、やる気が出るようなアラームとかね、まあそういう仕組みをうまく使いながら、この期限だけはね、この30分だけは、一生懸命やってみるとかね、まあすぐにはできないと思うんですけども、まあそういうふうにね、期限を区切ると。まあこれはですね、一つ有効な、まあ方法じゃないかなというふうにね、思っているんですけども、まああとですね、別の質問があって、自分の意見を言うとですね、批判されたりとか、相手をね、傷つけることも、あるかもしれないので、そういうことがないようにね、表現するのは、どうしたらいいんですかと、まあそういう質問があったんですよ。まあそれに対してはですね、この自分がね、表現をするっていうことは、批判されることもあると。でね、それを、恐れていてはね、表現することはできないし、まあそういうね、気持ちでは、表現者にね、なるんじゃなくて、別の道をね、行った方がいいんじゃないかと。まあそういうふうにね、話していたんですよ。で、坂本さんのお話はですね、この、やっぱり表現するね、自由っていうのを、強くね、やっぱりお話しされてたんですよ。で、表現する自由は、もちろん、ありますけども、まあ、憲法でもね、表現の自由とかって言ったりしますけども、それはね、見ない自由っていうのもあるじゃないですか。世の中にね、まあ、例えばニュースであったりとかね、まあ、本であったりとか、まあ、この YouTube であったとしてもですね、この、別にね、やってるから、テレビがついてるからね、見なきゃいけないっていうこともなくて、見ないね、自由もあると。まあ、音楽がね、鳴ってるからといって、別にね、聞かないで、ポチって消してもいいでしょうし、まあ、ちょっとうるさいなと思ったらね、その場を立ち去ることができると思ったら、立ち去ると。まあ、できない場合ももちろんあるとは思うんですけどもね。まあ、だからですね、この、なんていうのかな、その、いろんな人のね、目を気にして、どうしたらいいですかと。まあ、そういうことに関してはですね、自分のね、思ったことを、ドーンと、やっぱりね、やるのもいいと。まあ、ただし、スルーしたりとかね、聞かないように避けたりとかですね、まあ、そういう自由もあるっていうことなんで、まあ、このことからですね、やっぱりね、自分の思ってることを、まあ、もちろんね、誤解を受けないように、これはね、あくまでも自分の意見なんだけど、というね、ことはちゃんと言った上で伝えた方がいいと思うんですけども、まあそれでもね、頭ごなしに批判されたりとかですね、理不尽なね、批判を受けることもあると思うんですけども、まあそういうことに対してもね、まあ例えば見ないようにする、聞かないようにする、まあその表現者自身がね、まあまたはその表現のね、受け手の方もですね、興味がないなと思ったらね、まあスルーすると、聞かないようにすると、まあ理不尽な批判をするんじゃなくてですね、まあお互いにね、そういうような形でやるとですね、この、それぞれね、まあ人っていうのはやっぱり違いますから、まあ坂本さんもお話しされてましたけどもね、違うから、まあ一緒にね、やっていけないと。まあそういうことではなくてですね、まあ人っていうのはみんなね、それぞれ違うけれども、それを認めてね、生きていくっていうことは、当然可能であるし、まあやっぱりね、まあ坂本さん自身は、まあここにね、音楽家って書いてあって、まあ表現者ですけども、やっぱり表現をね、していくことの重要性っていうのをね、話していたので、まあそういうのをね、ちょっとでも何かしらね、参考になればいいのかなというふうに思っております。まあ今回はね、ちょっと原稿を作って話してるっていう感じじゃなくてですね、このメモにね、ちょっとポイントのところをね、書いて、自分なりにね、ちょっと話を、してましたので、まあ、あと最後なんですけども、こちらのね、薄美、佐古、学長なんですけども、西アフリカ出身でですね、
マリ共和国というところでね、生まれた方なんですけども、本をね、出版されていて、これからの世界を生きる君に伝えたいこと、アフリカ人学長、日本を語ると。まあ、こういう本をね、出していて、まあ、このね、佐古学長、めちゃくちゃ面白いんですよ。坂本さんとのね、掛け合いというかね、本当にね、すごいなって思いましたね。だから坂本龍一さんの話もね、僕もたくさんいろんな人の話ね、もう1000人超えたかどうかわかんないですけども、相当な人数、この何年で聞いてますけども、やっぱね、その中でもやっぱ坂本さんの視点っていうのはやっぱちょっと違うんですよね。だけど、まあこのね、佐古学長の視点っていうのも、まあ非常にやっぱり面白いんですよね。だからですね、まあこのお二人、おそらく非常に仲がいいような感じに映ったんですけども、まあこのね、佐古学長の本ですね、僕もね、ちょっとぜひ買いたいなと思っているんですけども、こちらのね、京都精華大学の方にですね、寄付を1万円以上した方はですね、今ね、紹介した書籍のどちらかに佐古学長のね、サインをしてお送りすると。で、2万円以上の場合は、紹介したね、2冊の本に佐古学長がね、両方ともサインをしてお送りすると。まあそういうような形になってるそうなので、このね、京都精華大学のね、ホームページをちょっと見てですね、あ、これは賛同できるなと。まあね、佐古学長の話もね、ちょっと紹介されてますから、まあね、興味のある方は、ぜひね、寄付の方とか、まあ僕ね、大学の回し者ではないですけども、いや、寄付まではちょっと1万高いなっていう方はね、ぜひですね、薄日、佐古学長のね、本の方もですね、ちょっと、チェックしていただけるとね、興味深いんじゃないかなというふうにね、思っております。今回はですね、ちょっとメモ書きを見ながらね、ちょっとちらっとこう映ってると思いますけども、メモ書きを見ながらですね、ちょっと僕なりにね、即興でちょっと、話をしてみたので、何かしらね、ちょっとでも、役に立てばね、幸いと、思っております。今回はね、こんな感じになりますので、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。またねー。